食べれますよ。どうですか。ありがとうございます。
縄県と九州北部では明日にかけて非常に強い風が吹き、最大瞬間風速は30メートルに達すると予想されています。沖縄奄美と九州北部の海上は大しけとなる見込みで、気象庁は暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。もちろんそうですね、3日間。